谷内亮太は石川県金沢市出身のプロ野球選手。宇藤右内。北海道日本ハムファイターズに所属。金沢成功時代は遊撃試験控え投手として活躍。2年次までプロどころか大学野球でプレーすることすら考えていなかったが首相となり、挑んだ3年次春の石川大会で初優勝を達成したことが自信につながったと語っている。夏は 全国高等学校野球選手権石川大会準決勝で金沢校に1の3で敗れた。甲子園出場経験はなし。2010年11月14日、明治神宮野球場にて国学院大学に進学すると、東都大学野球連盟に所属する野球部に入部。1年時の秋から三流医のレギュラーとなり、2年時の秋には、 同校野球部総部80年目での初優勝を経験した。第41回明治神宮野球大会では、同年のドラフト会議で指名を受けていた、九州産業大学の江ノ木下洋大から3安打を放つ。これが自信となり、プロ入りを目指すきっかけとなったと語っている。その後、自らの希望で遊撃手へとコンバートされた。3年時の春は、前期の優勝から一転し、 チームが最下位に低迷。さらに、入れ替え戦を落とし、二部降格となってしまった。四年次からは、首相となり、春は二部で優勝し、自身は MVP に選出された。さらに、入れ替え戦を制し、三期ぶりに一部に昇格。秋は一部で、遊撃手として、ベストナインに選出された。一部リーグ通算71試合246。 打数69アンダ19打点二本類が打率2802012年10月25日プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから6位指名を受けた2015年6月25日に侍ジャパン大学日本代表対 NPB 選抜の出場予定選手の変更が発表され NPB 選抜に代表入りした レギュラーシーズンでの出場は4試合に止まった。2016年は4月10日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で山崎康明から3点本塁打を放つなど開幕から打撃好調だったが4月19日の対阪神タイガー,アース戦で藤並慎太郎から左手首付近に死球を受けて骨折し手術を受けた。8月7日に一軍登録される。 2018年12月11日に、秋吉良と共に、高梨博俊と大田健吾の交換トレードで、北海道日本ハムファイター。2020年は、守備固めを中心に50試合に出場。打席数は少ないながらも3割を超える打率をマークした。シーズン終了後の12月2日、腰椎椎間板ヘルニアとの診断で手術を受けたことが発表された。 50メートル走6秒3の足と堅実な守備に定評がある。真面目な性格で高校時代の監督やスカウト人からは練習も手を抜かない努力家と評されている。憧れであり目標とする選手は宮本信也。対戦したい選手には同じ石川県出身で大学の一学年先輩である高木京介を挙げている。高校時代にも一度対戦したが、 ノーヒットに終わっている。中学、高校、大学とキャプテンを務めており、特に大学でキャプテンを務めたことで周りを見てプレーできるようになったと語っている。ありがとうございます。